寝るよアンジュ。なんで寝るの？なんで？眠いの？私まだ眠くない。私も今日朝起きたんだけど眠くないよ。でも寝るの？なんで？なぜ寝るのか。同じタイミングで寝ない？同じタイミングで寝ようよ。1時間ぶりに戻ってきたら思ったよ。なんでいなくなってたん？うざいな、やめるわ。え、私もさ、家の近くにさ温泉作っといたらさ、いろんなライバーの出汁取れるんじゃね？え、なんで？いや、まあ出汁、出汁って言い方？火じゃないが。じゃあなんて言う？茹で汁か？ある他にそれらしい言葉残り。あー、なるほど。男っていつもそう、正論ばっかり投げつけて。何よ、それで勝ったつもり？正論ばっかりがいつも正しいことだと思わないで。何よ、なんなん、なんでいつも正論ばっか、なんなん、なんなん、うち何も悪いこと言ってんのに、なんでそんなみんな寄ってかったか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 って言いよるん？うちだって女の子なんやで。論破とかそういうんじゃないじゃん。どっちが正しいかってそんなに大事なんかな？それを決めて一体どうすんの？え、何？謝らしてそれで満足ってこと？その先に何があるの？違うやん。揉めたいんじゃなくて話し合いたいんやん。どっちが正しいかとかじゃないやん。そうじゃなくて、ただうちは今この空気を変えたいだけなのに、今どっちが正しいかとかそういうんじゃないやん。面倒だから寝るね。なんで話の途中で寝ないでよ。なんで？携帯見るのやめてよ。人が話してる時になんで携帯いじんの？信じらんないんだけど。え、何？じゃあもう仲直りしなくていいってこと？これで寝て起きて普通の。私がそれでまた根に持ってたらまだその話してるとか言うんでしょ？うるせえ、チューすんぞ。チューされたらもうバカってなるから。配信見るなってこと？それとこれとは話が違うじゃん。なんでそうやって話が飛躍するの？今それ関係ないじゃん。こういう時はもう分かったって多分抱きしめるのが正解やから。そんなこと言わしてごめんなが正解だから。私と仕事どっちが大事なのと一緒。あれって答えないんだよね。だから結果はもう、そんなこと言わしてごめんなが正解ってもう結構前に学んだから。そんなこと言わしてごめんな。うん、いいの。私こそなんか感情的になっちゃってごめん。ただちょっと分かってほしくて。こういう流れ好き。実際にやったら絶対めんどくさいけどな。やっぱこう女の子ってそういう子多いんだよな。うん、私ももしかしたらなってるかもしれんし、分からん正直。リゼにやられたぞ。リゼは絶対そんなんじゃない。リゼも犬もそういうタイプじゃないと思う。メンヘラ対策講座。私依存されやすいからな、結構そういう子に会ってきた。